森は豊かな水、澄み渡る空気の源。里がうららかな風に包まれ始める頃、雪解け水が動き出す。やがて花々が競い合うように里を飾り、鳥が歌い、風が舞う。大地にしっかりと深く根を張り、大空を仰ぐ大木たち。一本の木に一つの生命が宿り、やがて森が生まれ、多くの生き物に恵みを与える。大地が生んだ実りの季節、人は自然の恵みに感謝し、心から喜びを分かち合う。森も織物をまとったかのように深紅に染まり、実りの季節を彩る。やがてふるさとは白銀の世界に包まれていく。山が、川が、里が、すべての世界が空からの贈り物で覆われる。雪は限りない幻想の世界へと私たちをいざない。やがて大地から新しい息吹への源になっていく。昭和30年、旧村岡町と旧宇塚村が合併。36年には旧伊相村を編入し、現在の村岡町が誕生しました。戦後の復興が進む中、関西電力矢田川発電所が完成。山陰の大動脈、国道9号の大改修により、田島トンネル、村岡トンネルが相次いで開通。悲願の村岡高校独立が実現するとともに、公立養家病院村岡分院や役場新庁舎も完成しました。上野高原では但馬牛の振興を目指し、農林省事業で村岡実験農場の造成工事が進められました。昭和38年2月、38号雪では211棟もの家屋が倒壊するなど、大きな被害が発生しました。懐かしい婦人消防団の活躍など、昭和30年代は生活は貧しくても、みんなの顔が生き生きとし、ほのぼのとした心豊かな時代でした。40年代に入ると高度経済成長が本格化。村岡町ではデサント村岡工場の誘致、町道の整備、
県立上野高原野外教育センターがオープンしました。大幹線林道トロ川線の開通、町内初の圃場整備事業の実施、古くから教育の町と言われた村岡町。今では懐かしい木造校舎で、みんな仲良く学んだことが思い出せ。の高度成長につれて、児童数は年々減少していきました。村岡町では将来の子どもたちの教育を考え、町内10小学校を村岡、宇塚、伊総の3小学校に統合。老朽化した木造校舎は一新され、現在の立派な校舎になりました。昭和50年代に入ると、村岡町でも過疎化が深刻化してきました。町では農林業の振興を図るため、高原野菜団地の造成、集団転作の推進、田島牛の多頭化と畜産団地化が進められ、八北スキー場もにぎわいを見せました。3月、村岡町は松下電器の町、大阪府門真市と姉妹都市提携に調印。過疎と過密の町の子ども会や婦人会などが交流を重ね、昭和56年には村岡町和地に門真市村岡自然ふるさと村ロッジ門真がオープン。両市町の交流の拠点として多くの皆さんに利用されてきました。一方、昭和59年の冬も
38豪雪以上の豪雪となりました。福岡体育館や磯生会館、宇塚会館など現在の主要な公共施設が相次いで完成したのもこの頃です。長年の歳月と巨費を投じ、簡易水道施設の整備を推進、昭和60年に全町町営化が実現しました。医療の充実やバス路線の乗り入れなどが進められる一方で、国道482号祖父トンネルの整備に伴い、村岡町役場を移転改築、町民センターでの仮庁舎を経て、昭和63年に現在の役場庁舎が完成しました。昭和から平成へ、竹下内閣ふるさと創生1億円では町おこし基金を設置、超広報村岡の窓が全国広報コンクールで内閣総理大臣賞に、また地元選出の代議士谷陽一氏が北海道沖縄開発庁長官に就任、町を挙げて大臣誕生を祝いました。